西側諸国からの兵器供与によってロシア軍が占領していた地域を奪還し、押し返している中、ウクライナ軍がハイマースを使って、エルソン市からクリミアへの鉄道を攻撃していたみたい。鉄道を破壊して補給路を断つ作戦だね。兵糧攻めは古来から続く伝統ある効果的な戦略だね。腹が減っては戦はできぬってことわざもあるくらいだしね。戦車や戦闘機が燃料なしじゃ動かないみたいに、人だって食料がないと動かないもんね。そうだね。さて今回はウクライナ夏の陣による補給路を断たれたロシア軍部隊について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍が戦力を集中して最重点目標に掲げていた東部ドンバス地方の占領について、ルハンシク州の大部分が制圧されていたんだけど、2022年末には集落解放の情報も入っており、また、ドネツク州の方は2023年に入っても激しい攻防戦が繰り広げられているんだ。その北側にあるウクライナ第二の都市であるハルキウを守り抜いたウクライナ軍は、ロシア軍を自国の国境方面にまで押し返したみたい。さらに南部ヘルソン州では、ロシア軍がドニプロ川を渡り、一時はムイコライウ近郊まで迫ってきていたんだけど、西側諸国から供与された長射程ロケット砲や榴弾砲を使用したウクライナ軍の砲撃により、ドニプロ川方向に押し戻されていたよ。アメリカから供与されたハイマースによってウクライナ軍は、ドニプロ川西岸に溶かしたロシア軍部隊後方の弾薬や砲弾などの集積施設や補給路への攻撃を続けているんだ。昨年の夏、8月3日にはヘルソン市とクリミア半島を結ぶ重要な補給路である鉄道を攻撃し、その鉄道が使用不能になったことをイギリス国防省が SNS 上で公表し、全世界に伝えられたよね。これだけではなく8月1日ヘルソン州ドニプロ川東岸のロシアの支配下にある鉄道駅付近では、ロシア軍の貨物列車を狙い撃ちして破壊しているみたい。これは有名な話だが、ヘルソン市とドニプロ川東岸を結ぶアントニフスキー橋を攻撃して通行不能にしただけでなく、ドニプロ川東岸にもハイマースなどのロケット攻撃により兵站施設や補給路の破壊活動を続けたよ。こういった南部戦線でのウクライナ軍の攻勢にロシア軍も慌てて、主力を集中していた東部戦線から部隊を南部に移動させて防衛に当たらせていたけど、この動きによってもともと停滞気味だった東部戦線の進撃が停止してしまい、逆にウクライナ軍の反攻に火をつけたんだ。一方で8月9日にはロシア軍が東部ドンバス地方の前線全体に、激しい砲撃を加えていると、ドネツク州のキリレンコ知事がテレビ番組で語っていたね。当時もドネツク州内は緊迫した状況が続いていて、ロシア軍の砲撃と空爆は止まっていなかったが、その被害は大きくなくドネツク州の制圧はされていないと発言していたよ。このことについて、ウクライナのアレストビッチ大統領府長官顧問は、東部のロシア軍が攻勢に出ようとしているのを我が軍が抑えている。場所によってはウクライナ軍がロシア軍を包囲する可能性さえ見せており、北東部のハルキウからドネツクに向かうウクライナ軍が前進を続けていて、ロシアが占領していた町や村を奪還しながら北東部の要衝イジュームに迫っていると明らかにしたね。続けて、8月3日にはウクライナ軍参謀本部がドネツク州の戦況において、北西部から同州バハムート市への侵攻を企てたロシア軍を、ウクライナ軍が押し戻したことを報告しているよ。当時の内容として、ロシア軍はバフムートから 30km ほど離れた村落の西側から攻撃を仕掛けたものの、進撃することができず前線から退却し、バフムートを包囲しようとして、北方や東方からも侵攻しようとしているが、どの方向もロシア軍は劣勢状態だったみたい。つまり、ウクライナ軍は東部から侵攻してくるロシア軍への反撃態勢を整え、西側諸国から供与された強力な重火砲攻撃で多大な損害を与え、進撃を食い止め、後退させたということだね。そして、バフムートの他にドネツク州アウディーウカ市攻略を企てたロシア軍に対しても反撃し、多くの損害を与えた上、退却させることに成功したよ。確かにウクライナ軍は西側諸国から供与された新兵器の威力のおかげで、兵器や弾薬の備蓄に関して減ってきたとはいえ、
ウクライナより多いロシア軍の猛烈な砲撃に対抗しているのは間違いないね。ウクライナ国防省の発表によると、昨年の夏の陣の時点でロシア軍戦車1802両を破壊し、41,900 人以上のロシア軍兵士を殺害し、4,051 台のロシア軍装甲車など、軍用車両の他にもロシア軍機223機、ドローン744台を破壊したとの数字を打ち出したよ。昨年の8月8日、アメリカ国防総省のカール国防次官が記者会見において、ロシア軍の戦死者と戦傷者を合わせた数は7万人から8万人、装甲車両は4000台強が破壊されているとの推測データを発表しており、開戦時にプーチン大統領が挙げた目標を何一つ達成できていないことは特筆すべきだという見解を示しているね。そして、この時点でアメリカ政府はウクライナ20億ドル約1350億円規模の追加武器支援を行うことを発表し、多大な戦果を上げているハイマースの砲弾や地対空ミサイルシステムナサムスなどを追加供与することを決定したほか、12月に地対空ミサイルパトリオット供与の見通しであることを明らかにしたんだ。また、バイデン政権発足以来ウクライナへの武器支援総額は、2023年1月20日時点で267億ドル約 3.4 兆円になるということを発表しているよ。ウクライナ軍が西側諸国の支援によって強化したのは言うまでもないが、これまでロシアに占領された地域では、パルチザンが活発に動き始めているという現地のニュースもあるよ。ご存知の通り、ロシアは東部や南部の4つの州で形だけの住民投票を、9月に行ってロシアに編入させたんだけど、国際的には全く認められていないよね。その中でも占領地のパルチザンが住民投票阻止計画を立てていたことをロシア軍に制圧された南部メリトポリで、一時ロシア軍に拘束されていたイヴァン・フェドロフ市長がアメリカの、ニューズウィーク紙の電話取材で明らかにしているみたい。その内容としては地元のパルチザンや特殊部隊、諜報員が妨害行為を行って、ザポリージャ州やヘルソン州でロシアに直接編入するか、あるいは東部ドンバス地方のドネツク州、ルハンシク州と同様、傀儡政権人民共和国を設立させるのを阻止するために活動するということだったんだ。ロシアはこのメリトポリ以外の南部占領地域においても、東部のように住民の支持は得られるわけがなく、特にメリトポリでの旗色は極めて悪く、ロシアは占領地域での支配を強くするために、地元に残る住民を弾圧し、恐怖を与えていたよね。ロシアの残忍な投票方法は投票所を設けるのではなく、担当係員が住宅やアパートを直接訪問して、その場でお前はロシア人になりたいかと尋ねる方法をとっていたほか、なぜか銃を持った兵士がその後方に立ち会っているという映像を見て、これを強制的と言わずなんと言うんだろうね。ロシア当局の脅しによって投票結果を都合のいいように操作して、占領地域の独立を宣言させ、ロシアに併合することができたのは当たり前で、こういった不法な投票をパルチザンが阻止しようとしたが、無駄骨であったわけだ。プーチン氏は住民投票について、ウクライナによるロシア民族やロシア語話者への迫害を阻止するためだという理由から、正当性を主張しており住民投票が行われているすべての地域の人々を救うことは、私たちにとっての最優先事項であり、私たちの社会と国全体が注視していることだとテレビで論じたよ。2023年秋までに終焉すると予測している日本の軍事評論家もいるけど、年が明けても支援を続けられていることから2024年まで続くのではないかという声も上がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。